2009年イギリスグランプリ。2009年イギリスグランプリ。2009年イギリスグランプリは2009年会1世界選手権第8戦として2009年6月21日にシルバーストーンで開催されたイギリスグランプリ。正式名称は2009フォーミュラ1サンタンデールブリティッシュグランドプリー。カーズはマクラーレンがフリー走行では搭載していたがレースでは 搭載を見送ったために、カーズ搭載車は、フェラーリの2台だけになった。レッドブルが、フロントノーズなどの大幅なアップデートを行ってきた。気温が低いため、フリー走行では、タイヤの温まりなどに苦労するチームが多く見られた。気温摂取16度、路面温度摂取25度、湿度60%の条件下で予選がスタート。気温が低い中、 ソフトタイヤとハードタイヤに分かれる。10分が経過し、レッドブルがワンツー体制。ハードタイヤを履いたマシンは周回を重ねるごとにタイムが上がってくる。残り6分でフェラーリは2台ともノックアウトゾーンに行ったが残り3分で台ともタイムを上げてくる。逆にマクラーレンの2台がノックアウトゾーンに下がってしまう。残り時間が40秒余りで、 フォースインディアのエイドリアンスーティルが11コーナーでクラッシュ。残り時間で24秒で赤旗中断となり、実質的にここで9 1が終了。トップは赤旗中断直前にトップタイムをマークしたウィリアムズの中島和孝。トロロッソの2台とフォースインディアの2台、マクラーレンのルイス・ハミルトンが9 1敗退となった。ハミルトンはこれで3戦連続の9 1敗退。 気温摂取16度、路面温度摂取26度、湿度61%とセッションが開始し、レッドブルの2台を先頭に各マシンがアタックに入る。そのレッドブルはハードタイヤ。その他のマシンはソフトタイヤを選択。レッドブルはフロントノーズをアップデートした効果が現れ、ワンツー体制で Q2 が終了。セバスチャンベッテルは各セクターでは、 トップタイムをマークできなかったものの、急にトップタイムをマーク。フェラーリのフェリペ・マッサ、マクラーレンのヘ器、キ、コバライネン、ルノーのネルソン・ピケ、BMW ・ザウバーの2台が、急に敗退。気温摂取29度、路面温度摂取47度、湿度26%。ルノーのフェルナンド・アロンソを残し、各マシンがアタックを開始。 レッドブルの2台とブラウン GP のルーベンス・バリチェロの3台でトップタイムを更新し合う展開となる。残り5分を切ったところで各マシンが一旦ピットに戻り再びアタックに出る。残り1分でバリチェロがマーク・ウェーバーのタイムを上回るがその直後にベッテルが再びトップに立つ。今季2度目の Q3 となった中島はミスによりタイムを上げられず。 残り10秒を切ったところで、コントロールラインを通過し、最後のアタックにかける。ウェバーもポールポジションを狙って、最後のアタックに入るが、君ライコネンをうまくかわせずタイムを上げられない。中島は、最後のアタックでタイムを伸ばし、ジェンソン・バトンを上回って、自己最高の5グリッドを獲得。ベッテルが、トルコ GP 以来今季3度目のポールポジションを獲得。12時30分時点では、 気温摂取16度、路面温度摂取24度フォーメーションラップ開始時には、路面温度が摂取30度まで上がる。上位勢は、ウィリアムズの2台取るののフェルナンド・アロンソが、ハードタイヤを選択。スタートでは、上位3台に変動は起こらなかったが、トヨタのヤルノ、トゥルーリー、ブラウン GP のジェンソン・バトンがスタートに失敗し、順位を落としてしまう。その隙をついて、 中島和隆が5番手から4番手に、君来コネンが9番手から5番手に順位を上げる。5番手スタートのトゥルーリは、ハンガーストレートで2個、ロズベルグにも抜かれ、7番手まで順位を下げる。オープニングラップで4位以下の順位が大きく入れ替わることになる。先頭のベッテルは、上位10代の中で、最も燃料を積んでいるにもかかわらず、2位以下との差を広げていく。後方では、 BMW ザウバーのニック・ハイドフェルド・アロン・ソロバーと首サハミルトンの順番となり BMW 勢が元ワールドチャンピオンを抑える形になる。燃料が最も軽い中島和隆は15周目に最初のピットイン。次の周回でライコネンがピットイン。中島は新品のハードタイヤのためにタイムが伸びずライコネンに交わされてしまう。上位勢では18周目に ロズベルグ、トゥルーリ、バトンがピットイン。3台とも中島の前でコースに復帰。19周目にバリチェロ、次の週でウェーバーがピットイン。ここでウェーバーがバリチェロをかわして2番手に上がる。トップのベッテルは21周目にピットイン。マッサは燃料を多く積んでいたために2番手まで順位を上げ、23周目にピットイン。5番手でコースに戻る。 一回目のピットストップを終え、四番手以下の順位が再び大きく入れ替わる。第二スティントに入り、ベッテルは順調にタイムを伸ばしていき、後方のマシンを次々と周回遅れにしていく。ウェバーも三位以下を引き離し、レッドブルの完全なワンツー体制を築く。34周目、ピットから出たばかりのコバライネンとスクーデリアトロロスソの、 セバスチャン・ブルデが接触し小腹いねの左のリアタイヤがパンクし、2週連続でのピットインを余儀なくされる。ブルデもフロントウィングを失い、ピットイン。その後両者は、その後、リタイヤとなってしまう。上位勢の先陣を切った中島が40周目にピットストップを行う。その後、42周目にライコネン、43周目にロズベルグ、44周目にベッテル、 45周目にマッサ、46周目にトゥルーリー、47周目にウェバーとバリチェロ、49周目にバトンがピットストップを行い、マッサが4番手に上がる。残り10周を切り、6番手のバトンが4番手マッサ、5番手ロズベルグとの差を1から2秒ずつ縮めていくが抜くことはできない。結局その後大きな変動はなく、そのままレースが終了。ベッテルが、 自身初のハットトリックで、今季2勝目、ウェバーが2番手となり、レッドブルが圧勝、3番手に、バリチェロ、イカ、マッサ、ロズベルグ、バトン、トゥルーリ、ライコネンとなった。今、起初ポイントの期待がかかった中島は、コース上では抜かれなかったものの、11番手に終わった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。